どうも、赤星せよ赤星マシマシでーす。来ました、うん、メイヤアユム金沢八景店です、うん、ね、横浜市金沢区です、うん、石川県ではございません。金沢と言ってもね、金沢区でございます、うん、もこちら京急本線と横浜シーサイドライン、うん、金沢八景駅、通さんとですね、うん、あ、逗子線っていうのも通ってるみたいです。へい。で、こちらあゆむさんといえばですね、うん、相模原に本店がありまして、うん、僕は本店に3年前行ったのかな、うん、あのできた年ですね、うん、なので久々のあゆむさんをなるほどちょっと堪能ということでございますね、うん、では今日メニュー、ラーメン、辛いラーメン、うん、汁なし、辛いしなし、つけ麺、辛いって全部辛いシリーズが、ああ、なるほど、あります。それから豊富なトッピング類、お土産豚、お土産豚買ってる人いました。はい、人気の豚です。お父ちゃんがね、子供たちのために小包みをもらったりして今回はね、まあ2号店処方ですが、つけ麺を選んでいて、こんなに動きました。やっちゃいました。つけ麺の、全部マシマシ、海苔ダブル、うずらダブル、あ、うずら1個ですね、うずらだけですね、はい。で、こちらお肉がですね、手前にこうバラ肉が見えてますが、こちらの左側ね、隠れてるのがなんと腕肉。あ、へー。いや、多分バラと腕1個ずつだと思います。なるほどね、はい、形が全然違ったんで、うん、で、漬け汁にですね、油若干浮いてるんですが、こっちの野菜の上の油とですね、ちょっと違うんですね、かなりすごいね、土砂のような もうすごいモフモフの油なんですが、ちなみに台にしてですね、グラム数を指定すると、マスターがですね、東南アジアで仕入れた、東南アジアなんだ、東南アジアじゃないと手に入らないと噂のバカデカ器になるんで、自信がある方はぜひ台以上を、ね、どこでもちょっと手に入りそうだけど東南アジアしか。なるほど、すいません。さあ、その豚、ね、肉質感がまあまあ強いですね、牛ち巻き豚でございました、美味しい。さあ、腕肉もいっちゃうよ、でかいね、大きいですね、これをなんと縦食いです。なぜだね、バラ肉よりも、まあ、ギュチなんで、返しの染み込み度もいいですね、肉感がいい豚さんです。ファンが多いので、あのさっきの持ち帰り豚はこんな感じですね、はい。微乳化ですかな、これは、微乳化気味ですね。これごま油が非常に効いてるんですね、あと油の溶け込み強い、さらに塩気たっぷり、鬼のような鬼スープです。はい、麺より先にね、こう着丼するんでね、最初に5個飲まないでください。つけ麺ですからね、勢い余って、さあ、油、これをぜひね、注目してほしい、これね、肉カスなんですよ、ほとんどが。なるほど、ただの油じゃなくて、もう本当にお料理として非常に美味しい油ですね、とてつもないしょっぱさなんです。この色がだいぶね、いや、そう、煮詰まってるという感じですね、肉かす油と野菜を組み合わせて食べていくとうまいです。ですが、漬け汁も肉かす油ももちろんめちゃくちゃしょっぱいんで、野菜マシマシにしたからこそ油マシマシが美味しいんじゃないかと。なるほど、野菜少なめで油マシマシにするとちょっとヘビーな、だから同じマシ量でその方がいいかもしれません、はい。ただもう序盤美味しいんでね、漬け汁なんかつけずに油と野菜だけでも、もうずっとうまいよという感じですね、いや、どんどん食べ進めておりますが、さあ、来ました麺ですね、ミニが事前にございますね、小300の第400錠、台はそれ以上をグラム数、申告することができます、なので、まあ、食べたい方は、僕もね、野菜使うにすれば700ぐらいいけるんですけど、東南アジアは何グラムからなんですかね。あー、いや、でも600とかいったらもうあのデカさになると思いますが、その麺はビウェーブ、独特な食感がありましたね、縦にこうくぼみが入ってて筋が入ってるんですね、なのでこうすするときにすごく滑らかというかスススッと入ってくるんですね、意外と、はい。で、集まりにすると釜揚げ状態になってですね、あの湯に浸ってるんで、デロ麺になります、ちょっとだけデロ麺なんですね、この太さでデロデロというのは割とレアですよ、大体は硬いですからね、はい。さあ、来ました、その海苔ダブルですが、ちょっと海苔にはまってね、あのもったいないんで躊躇してたらふやけてしまったという、あ、まあね、熱気とかね、その熱気で、あの、あとその釜揚げ状態のお湯でちょっとふやけちゃったんで、僕はパリパリ派ですけども、まあ、あの海苔の風味は非常に強いのでうまかったです、はい。それでうずらね、あの5個入りです、5個入り、これダブルにすることができます、ダブルうずらがありますが、好きな方はなんとダブルをダブルで買う、20? 20食べてる人結構います、
はい、20か20です。さすがにニンニクはね、あの非常に辛かったんですが、うん、ちょっと埋没してしまいまして、埋没辛いただけお伝えしていきましょう。返しです。だ、うん、しょっぱいしょっぱいとここまで来ておりますが、そうですね、しょっぱレベル、あー来ました、しょっぱかったですね。 4.5 です。4.5 を超えるとつんざき返しという認定が、あ、なるほど、例のつんざき、つんざき返し、はい、つんざきますね。基本の返しがしょっぱいからこそね、うん、汁、油、ね、塩気が強いんですと、うんうん、ということですが、メイヤー M さん、もともとはですね、うん、元住吉のあの豚ボスさん出身のお店なんですね、うん、で、豚ボスさんがめちゃくちゃ濃いので、その継承でやはり、なるほど、濃さが、ええ、うん、強い。あ、豚ボスさんはやっぱりもっともっと濃いですけどね。あ、そうなんですね。すごいです、うん、はい。さらにですね、醤油、うん、あの金子醤油が置いてありました、青ラベル、うん、さらに後ろに見えてますが、うん、麺はオーション、うん、まあ二郎系ど真ん中だよっていう、ね、そうですね、やっぱそのオーションとこの箱がね、箱がまあいいですよね、そういうお店です。はい、そして最後は黒胡椒カレー、あ、そしてそれ、あ、そしてお酢、海苔、ごま、油、うん、この組み合わせね、僕はあのラーメン二郎中山店好きなんですが、うん、そこの、トッピングでよくねこう組み合わせてたんで、うん、もう美味しいという確証があってのことなんで、まあ、黒い三連星のようにうずらをね、うん、3つ、付けまして、おちゃ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 さあ、うん、マシマシレベルですが、あー、すごい高いよ、 92.083、 急におばさんと書いてありますね。あ、まあ、そういうもんですよね、やっぱ急にといえば、あれ、あ、なんですか、まさか、うん、何個が、え、あったことは餃子でしょ、怖いよ、それあったねえんだ、この家って思われる。いや、そうなんですよね、餃子を焼いてるとこちょっと見せたくてすみませんね、なぜかい。ちゃんとにゃんこも、はい、演じていきますが、キャットウォーク、猫ね、ということでね、メイヤー歩さんだから、まあ、うん、金沢八景ということでね、うん、八景島シーパラダイスにまあ近いんですね、はいはい、だからどうだという僕は行ったことないですからね、行ったことない、うん、僕は一度だけある、あ、本当ですか、な、うん、八景島シーパラダイスだからなんだという、だからなんだという、うん、まあ、別にね、はい、他の飲食店行っても全部それになっちゃうからね、そうですよ、でもあの本店が相模原にあって、はい、2号店を金沢八景に出すというのも面白いですよね。ああ、そうなんですか、だから神奈川県って言ったら西と東の端っこ同士で出すみたいなことですから、まあ、じゃあもうオセロだったらね、え、全部、あ、間が、うん、歩むに全部いって中山二郎も歩むになっちゃう、全部いって和気あいあいとしたコメントがね流れておりますけども、まあ、歩むさんこれでね制覇できたんで、はい、まあ、豚ボスさんにね、はい、全然行ってないんで、うん、またちょっと機会があったらすぐ行きますね、豚ボスさんが、豚ボスさんが、いやいや、豚ボスさんが、豚ボスさんじゃない、赤ボスさんが、豚ボスね、ということでね、ボシ、はい、ゴチ、はい、